羽根なしども、この新天地はすべて御神ガルーダ様のもの。神下ろしの儀式は邪魔させねえ。やっぱこうなるのかよ。予想はしてたろ。気抜くなよ。行くぜ。よし。攻撃に集中を。危ない。いや。危ない。こっちは魔法があるんだぞ。全然効いてねえ。くれ。ちょっとこれ本当戦いにくいな。まず足からやっちゃおう。だ。なんか全然効いてないな。いや、これだ。そっちをやるんか。まあまあ、ダメージの方は全然問題ない。ほい。ファントムソードの存在を忘れてた。これをやってから。わ、全然効いてないな。もったいないかもしんないけど。あ、本当にもったいなかったか。回復どうもな。今のがイクサル族か。どうやら本気で神下ろしを進めているようだな。急いだ方が良さそうです。乱心には皆さんでも勝てるかどうか。奴らは壁の向こうだ。なんとか道を見つけねえと。あれ、蛮神じゃなかったっけ。乱心なの。ああ、装置。ソルハイム文明の魔導装置のようだな。例の奴らもこれを利用したのか。いえ、それが実はイクサル族を連れてきたのは私なんです。は？あいつらの野営地から貴重な学術資料を拝借した時、派手に見つかっちゃいまして、追っ手を巻こうと古代遺跡に入ったのは良かったんですが、そこで事故があってこんなことに。すみません、黙っててごめんなさい。ああ、まあでもしょうがねえんじゃね。やばいことになったけどさ、あんたは何とかしようとしてんだろ。うん、自分も大変なのに。俺だったら逃げてたかも。事情は分かった。だが気負って危険な真似はしないでくれ。ま、俺らに任せとけ。世界を救うっつうのも冒険者さんの仕事だしね。ありがとうございます。私も一緒に頑張ります。意識を止める。なんかありそう。あの転送装置壊したらこの人はもう帰れないんだよね。壊せんのかな。え、ダメだ、鍵外さねえと。これね。解除完了。よし、これで開くはずだ。何もしてないに等しいけど。あれ、なんでここにいるの。全
然動く気しなかったのにな。なんだかんだ主人思いなのかもしれないぜ。そうかもしれませんが、もうちょっと軽い方が良かったです。うわ、ここの視点だともう腹しか見えないけど。これちょっと光らせすぎたな。でもこっちは良い、これは良いわ。さてさて、間に合わなかったか。この大空を指針たる私が治めてやろう。こっちはこっちで揉めてんだ。これ以上神様なんかお呼びじゃねえんだよ。ふん、斧が文言をわきまえぬクソ虫が、二度とその傲慢な口が聞けぬよう、その首我が疾風の一撃で引きちぎってくれるわ。辛辣なこと言ったぞノクト。始めようぞ虫けら。私の風で嵐で無限に散れ。スタート。手早く済ませよう。ファイヤー。マップシフトか。これなんか周りのこれを破壊したら弱くなるとかそういうものではないのかな。違うっぽい。おすばし来いよ。あ、これそんなに強くないのでは。砕け。
いなーい。なんだこれは。そうだ、キャラクター変更できるんだ。変更できるけど、もうそろそろファントムソードがたまるのね。キャラクターの変更要素が最初からあったら結構ノクト以外のキャラクター使ってたと思うけど、クリアしちゃったからな。もう問題ない、問題しかない。攻撃が届いてない。増えてんだけど。ほい、よし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 、俺もう終わりでしょう。オーバーキルだけど。あれ、こっちも倒す。さっきのは味方だったパターンだ。カップ麺の具にしか目がいかなかったわ。終わったのか。あれ、ノクトは？皆さん、ご無事でしたか？いや、ノクトがいない。まさか。でも、これは…冒険者さん！びっくりした。消えたかと思ったよ。怪我はないか？いや、なんか夢見てた。夢？別になんともねえんだな。ああ、平気。よかった。私、てっきり向こうの世界に行ってしまったのではと。そのことなんだが、ヤジメイは向こうに帰れるのか？どうなんでしょうか。こちらに来た以上はそのうち帰れるとは思います。本当かそれ？はい、全然大丈夫です。むしろこの未知の大地に博物学者として胸の高鳴りが止まりません。私はしばらく残っていろいろ調べたいと思います。皆さんも何か気になるものがあったら教えてくださいね。そういえば、皆さんのお名前を聞いてませんでした。今聞くのかよ。そういや言ってなかったな。グラディオでいいぜ。はいはい。
ーい、俺プロンプト、写真が趣味です。シオシン、あ、写真っていうのは。おいおい、まだ紹介が終わってねえだろ。ごめんごめん、こっちはレグじゃない。ジョリダイスタイリッシュ。なんだその紹介。神ミグリさん、異界の固くに起こされし者、我が名は長きまどろみに消えた。なれば、かの乱心の名をもらうとしよう。我が名はガルーダ。神々と共に、暗き御世に恐怖を。召喚魔法。おお、カップ麺のせいで結構台無しになったけど、これでコラボクエストクリアか。ん？コスチュームかな。バトルコンテンツ解放。ああ、再戦できると強化されたガルーだと。え、あんたは帰らんのか。ケニーがいる。ここは店にされちゃったの。極みのガルーダ、真のガルーダ、これ極みじゃないよな。ショップ。せっかくだしさ、みんなで写真撮らない？ああ、いいかもな。写真？うん、きっといい思い出になるよ。カップ麺超汚れてるけど。じゃあ撮るよ。おお、チョコボも入れてあげてもよかったんじゃない？ヤジメイにもプレゼント。わあ、ありがとう。これ拾ったんだけど、何かわかるか。おお、面白いもの持ってるじゃないですか。これを材料に特別な武器を作れると思います。皆さんの旅のお役にも立てるかもしれません。あ、ギルが使えない。あ、まあ確かに異世界から。どんどん持ってきちゃってください。なんだし、アラガントームストーン？ん？ああ、なるほど。いろいろアイテムによって必要なものがあるわけね。しれっとマメットビキソス売ってんの恐ろしいんだけど。よし、魔術のお勉強でもするかな。あれ、ケニーがいる。その隣はなんだ。パイッサですね。なんでここにあるんだろう。パイッサ、14の何かか。14出てる。せっかくだからもっと強力なやつと戦っちゃおうかな。こっちだってまだまだ強力なものはあるわけだし。わあ、耳生えた。うん、もうコスプレだよね、もうこれ。あ、なんか髪の毛がさらに逆立った。耳生えてんのノクトだけだが。じゃあここにね、マキシマムマジックという素晴らしいものがあるから、これを装備して、うーわ、またこいつ。待て、襲っちゃ来ねえみたいだ。戦闘用ではないのか。ああ、
なんか書いてあんぞ。こんにちは。こちらはバトルトレーニングシステムです。はい。120。待て。なんで急に120になる。とりあえずやってみよう。はい。本気ですよ。そう。レベルはもうね、パーティー確か120が上限、確かそんぐらいが上限になってるはずなんだけど。虫けら、私の風で嵐で無限に散れ。パーティーみんなまだ99からちょっと超えたぐらいだから、きついかもしんない。あー逃げられた。ブーストソード使ってこう。待って、半分食ったぞ今ので。これ久々に強えやつかもしんない。わ、強えやつかもしんない。これちゃんと使おう。わー効かないな。これこういう時はイグニス強えからな。 DLC はもう主人公顔負けだったし。クッキング、これ何の効果があるんだったっけ。しまった、これ効いてない。雷だったかな。ノクトがダウンしてる。悪い、油断した。気にしない、失敗することもあるって。ごめん。あー、ちょっと全体的に効いてないな。ノクトに戻そう。ノクト、敵との距離分かってるっつうの。ファントムソード使いたいな。痛すぎる。これだ。当てて。そこはすかんないでくれ。ナイスじゃねえ。どこがナイスじゃ。もう一丁使うか。ファイヤー。あー、さっきからすごくもったいない。っていうかまだ半分も切ってないのか。こいつ倒したら経験値が美味しそう。これは長い戦闘になるな。どういうわけか、バトルが終わってしまった。体力を半分ぐらい削ってたんだけど、バトルチャレンジが失敗だかって出て、あれかな、もしかしたらバダのシフトをできた周りのあの遺跡のかけらが全部ぶっ壊れたらおしまいだったのかもしんない。そして結構無謀な戦いだった。でみんなまだ99レベルだった。まあね、ゴリゴリに固めて戦いたいっていう人向けの、まあ、チャレンジクエストだね。
じゃあとりあえず FF14 コラボのクエストはこんなところで、次回はアーデンの DLC で、本当にそれ以降本当に何もないのであれば、本当にアーデンの DLC で FF15 はおしまい。 PC 版で何かすごいモッドでも出ない限りちょっと期待しちゃうけどね。 PC 版の FF15 開発中止発表された DLC のね、墓が建てられたりねされてるからね、熱心な人がなんかストーリー系の DLC とか作ってくれたら面白そうなんだけど、じゃあとりあえず今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。